父である老漢斎から継承した伝統の技を現代的な感性で洗練させ、精緻精細な竹串編みや束ね編み等による芸術の拡張を基調とする制作を展開され、今日の伝統的な竹工芸の基盤を形成された飯塚正寛斎氏。職人的な技法による籠として見事な工芸品であるのはもちろんのこと、画家を志しておられた作者らしい絵画的な美しささえ漂わせている美術工芸品です。